駅に到着しました。8時ですね、まだ。そう、あ、8時まだ。そうだよ、8時半到着が。早く着いたね。今日はね、カチューシャを持ってきてないので、今からボンボヤージュに調達しに行きたいと思います。行ってきます。もうゲットしました。イエーイ。ミッキーちゃん、予定外ではありますがまあいいでしょう。うん、出れましたね。ちょっと今から、え、どうする？なんか食べたい？食べたいけどスペース一旦取る。え、やっぱり？やんの、それは思った。トイレ行きたい、漏れそう。スペース乗ったら漏れるかもしれないけど、一回そこのトイレ行こう。うん、じゃあ今からスペースマウンテンに乗ります。とりあえずね、入り口付近の乗り物は行くよね。そうね、とりあえずね、行こう。赤ちゃんみたいだね、この子。そう、これがかわいい。お腹がすいた、お腹がすいたって思いながら並んでる。何食べる、ね、なんか長く感じしよう、お腹がすいたって思いながら並んでたら。アミはもうどうしてもポップコーンが早く食べたいの。え、じゃあそこでさ、あのさ、タルタルチキンバーガーみたいなあったじゃん。ああ、そこだよね。ああ、そうだね。それ食べるのもあり。あ、いいよ、そうする、うん。とりあえずちょっとご飯屋さんに入りたいと思います。お腹が空いた。そして雨がパラついております。ちょっと予想してないよ、この雨は、ね。ミュウの元へ帰りたいと思います。買ってきました。めっちゃ飲みたかった。せっかく頼まれたから。ビッグポップ、もうこれは前回食べてね、ずっと恋しかったから、もうすぐに食べたくて。じゃあ今日はもうここにずっといるとかなきゃね。そうだね、2個買ってくればよかったかな。まあ湿気ちゃうから、そっか、食べるでしょ。食べよう食べよう。はい、いただきます。いただきます。これはなんかキウイとマスカットのドリンクって、絶対美味しいよね。いや、中入った時ぐらい上着の方がじゃない。全然さ、熱くないよね。熱くない。熱くない、なんか、そういうことね。なんで今日こんなにお腹空いてんだろうなって。めっちゃお腹空いてる、ね、びっくりしちゃったよね。なんかスペースな並んでる時も我慢できないと思ってやばすぎる。フライドチキンバーガー、いただきます。おいしい。おいしい。それさ、初めましてだよね。ほぼケンタッキー。なるほど。うわ、めっちゃ美味しいけど、今日濃いんだけど。いいの、いいの、キウイ？いい、いい？全然しない。美味しい、味が濃い。めっちゃ美味しい。いただきます。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。美味しいよね。あと、うん？
机の下にハトいる状況やばいよね。めっちゃ美味しいね。うん、なんか今日ね、アミね、携帯がね、朝からつかなくなっちゃってね、今携帯なしでディズニー来てる。前の携帯があるからね。うん、そう、バイル給油してもらって使ってるんだけど、困っちゃうね。でもなんかミュートだから不便してない。でも今ね、これ別々に買いに行ったんだけど、普通に連絡取れないの忘れてて、買って帰りますって言って、あれどこに帰るんだろうって思った。でもね、迷わずにね、一発でここ当てたの。すごいよね。タルタルも美味しいね。本当？じゃあ次は何乗る？フックハンガーとか行く？そうね、こっちの方行くのありね。じゃあこっちの方に行きたいと思います。撮ってる、全身でも撮れるし、2人とかで撮っても可愛いスポットですね。最近見つけた可愛いスポット、可愛い。いろんな写真スポットを回って、やっとビッグサンダーにたどり着きました。確かにビッグサンダー行きますってか、多分もう1時間半ぐらい経ってんじゃん。そうだよね。でも違う、雨が降ってたのが行けなかったよね。普通に雨は嫌だったね。でも止んでくれてよかった。確かに、もう今は止んでます、ね、ビッグサンダー25分待ちです。行きます。ビッグサンダーの前にめちゃめちゃ可愛いツリーのスポットを見つけました。可愛すぎる。めっちゃ可愛いね、ここ。可愛い、めっちゃ超可愛い。買いました。次はこの子が大好きで、本当に多分ね、過去の動画でもずっと紹介してたと思うんだけど、1年ぶりぐらいだと思います。買いました、イエーイ。この人勝手に食べました。いただきます。しました。めっちゃ美味しい。見て、これ知ってる。え、これ何、待って、出して。あ、これのスプーンバージョンもあるんだよ。今スプーンかどうか確認したの。うん、スプーンなわけないやん。めっちゃ熱いらしい。食べます帰ってきた感ある。確かに。あ、この後は写真スポット巡り第2弾。ちょっと写真を撮りに行こうとしたら、またまた雨が降ってきたため、ヒロハーマジックに行きたいと思います。
よし、こっから出るのも雨だからね、実際。そうだよ、ゴー。どっち？あっちあっち。無事に着きました。到着。走ったら30秒くらいでした。やった、新記録。Thank you and enjoy the show. ということで、キャラメルポップコーンを買います。雨はまだパラついておりますが、はい、撮りましょう、撮りましょう。ちょっとの雨ぐらい気にしないということで、はい、シンデレラジオの前ではいつもこうやって携帯をここに置いてこんな感じで撮ってます。こういうことは多々あります。着直してボタンでね、シンデレラ城の前で写真を撮り終わってバスに並んでます。とりあえず乗り物楽しもうっていう時間。わー、またやってる。おはようございます。おはようございます。めっちゃ眠かった、ね、結構夢見た、何回か夢見たんだ。夢まで見ちゃってた。そうだね、休憩しよう、休憩しよう。アリスのレストランに入ります。かわいい。友達いた。すごい、こんなになってる。初めて入った。え、本当に初めて入ったらしい。アミびっくり。コーンチャウダー、いや、ミネストローネにしよう。ミネストローネです。やっと休憩だ。結構動き回ったね。確かに。いただきます。え、チキンすっごいこぼしそうで怖い。結構なんかさ、つゆだくだね。めっちゃ美味しそう、見ていっぱい入ってる具材が。一羽ずつね、それも、うん、すごい、これ頼む度胸、ね、結構手強いよ。手強いよね、絶対、ね、なんかあんまりさ、手こずりたくなくない？なんかさ、絶対さ、男の人とご飯行くときってさ、食べたさもそうだけど、この手こずらないで食べれるもの選ばない？選ぶ選ぶ。選ぶよね、めっちゃ考えちゃうもんね、それ。でデートには要注意だね。要注意、ダメだわ。でも今日はさ、間違いなく今年一番寒い。間違いない。この間とどっちが寒いかな。え、全然今日の方が寒い。本当？うん。ポップコーンも全然食べる暇なくて、食べてないから食べる。こんな感じでちょっとここでゆっくりします。見てください。やっぱりどうしても飲みたくなってしまって、ケーキドリンク、ストロベリーのやつ買ってきちゃった。すごいね。混ぜなきゃダメよ。いくよ。そのチョコはいいの、混ざっちゃって。え、確かに。すごい、
下がスポンジになってんだ。あ、すごい、結構軽く混ざった。おお、混ざりましたね、きっと。いただきます。ショートケーキの感じ。おいしい。なんかさ、下にスポンジがあったからさ、このスポンジがめっちゃケーキって感じがする。おいしい。いちごミルクみたいかも。あ、そうなんだ。外に出たらもう辺りは暗かったです。いつはスモールワールドにまで乗るか。じゃあそうしよう。なんでこんな暗いの？意味わかんないんだけど。まだ5時ぐらいだよね。そうだね、そんなもんだと思う。早いで暗くなるの、ほんと。行ってきます。行ってきます。無事生還しました。今日ちょっと濡れずに生還。今からジャングルクルーズに行きたいと思います。次はジャングルクルーズ。めちゃめちゃ空いてるね。寒くてみんな乗らない。嘘でしょ。寒いもん。確かに寒いけど5分待ちだ。はい、ということでジャングルクルーズ乗ってきたんですけど、感想はズバリ眠いでした。やばい、ゆうたちゃん乗り物乗ってすぐ眠くなっちゃう。そう、もうどうしよう。面白いぐらい眠いよね。だってなんか真ん中の席で背もたれなかったんだけど、もうこんなもう倒れちゃうんじゃないかと思った、ね、今はお腹空いたのでラーメン屋さんに並んでます。行ってきます。Yeah.
でお土産を見て帰ります。とってもとっても満喫な一日でした。はい、でも短かったね、やっぱ、ね、やっぱね、アミと来るディズニーが一番時間短く感じる説ある。本当それは嬉しいことだね、うん、本当にね、これはね、やることが多すぎる、いつも確かに、確かに。お土産行ってきます。コンビニ綺麗綺麗。かわいい。一緒に帰ろうね。帰ります。バイバイ。最後この子たちで終わるの。